た四角いもの。あ、前のお姉ちゃんに聞いてみようかな。これなんだ。お母さん教えないでね。なんだこれ。わかんないよね。これね、そうね、今の子で、あっちの男の子に聞いてごらん。なんだこれ。何これ。豆入れるやつ。そう、そうだ、ね、正解だよ。今の子聞くとみんな豆まく時の箱って言うんですよね。これね、マスと言って、昔はこれでお米を測ったり、お酒を測ったりお水を測ったりしたのね。じゃあ大人の方聞きます。これ何号マスでしょう。聞こえない。聞こえた。正解。さすが、ね、やっぱり有楽町来る人頭がいいよね。ゴンゴーマス。はい、今3つ持ってますね。ゴンゴーマスを、ゴンゴーマスとゴンゴーマスを合わせると一升マスになりますね、はい、この四角いマスが傘の上で丸く回ってるように見えます。これも素晴らしい工場がついております。皆さんのご家庭ますますご繁盛。マスの回し分け行ってみよう。はい、ご覧の通り四角いマスが丸く回ってるように見えます。正面向いて半分を表に出しますと、淀の川瀬は水車よかろー、よいしょー。はい、ありがとうございました。江戸大神楽の中で一番ポピュラーな曲芸見ていただきました。さあ、じゃあ今日